の祭典鈴鹿8時間耐久レース、1978年から始められましたこのレース、今年迎えまして8回目の大会であります。78年、79年と2年間はインターナショナル格式で開催されました。1980年から世界耐久選手権の一環として組み込まれました。ですから世界耐久選手権となりまして、今年が6回目の大会であります。世界各国からの強豪ライダーを一堂に集めまして、参加台数60台、120名の選手によって決勝レースが争われてまいります。スプリントライダー対耐久ライダー、どういった争いが展開されますか。最初の頃はスプリントライダーの天下でした。しかし83年から本場の耐久ライダーも実力をつけてまいりました。さらにはこの8時間に限ってのスポット出場のトップライダーも顔を見せます。どういったレースが展開されるのでしょうか。